ジョルジュ・バンジャマン・クレマンソーは、フランスの政治家、ジャーナリスト、首相をにきつ務めた。1841年9月28日、フランス西北部バンデ県のムイーロン・アンパレドで生まれた。1869年、モンマルトルに移り医師となるが、その後政治家を志し、翌1870年にパリの18区長となった。1871年2月8日、 旧新共和派の一員として、ーヌ県選出国民議会議員となる。3月20日、議会に80人で構成される、パリコミューンの設立法案を提出したが、26日のコミューン評議会選挙では当選しなかった。その後、政府とコミューンの調停工作を行うが失敗し、パリ18区長と国民議会議員を辞任した。その後、しばらく政界を離れたが、 同年7月23日にクリニャンクール地区選出パリ市議会議員となる。以降副議長職を経て1875年に議長に就任。1876年、再びパリ第18区選出の大議員議員に当選。議会の最左翼、急進的社会主義者グループに所属し、リーダーとして活躍。百七十七年五月十六日危機の後、 共和派の一員として、アルベールド・ブロイ内閣を攻撃。1879年には、ブロイ内閣への起訴を要求して、人気を得た。1880年、日韓紙、正義を発行。以降、ジュール・グレビ大統領記を通して、政治評論家としての名声を確固なものにしたが、一方で自身は政権を取らなかった。ジュール・フェリー首相の植民地政策を攻撃して、 清フッツ戦争での失態を利用して、フェリー内閣を崩壊させた。1885年フランス議会選挙では、旧新主義政策を提唱して、パリ第18区とバール県の両方で当選、後者の代表として、議員を務めた。翌1886年、組閣を拒否して、右派と共に、シャルルド・フレシネ内閣の続投を支持、ジョルジュ・ブーランジェ将軍を陸軍大臣として、 入閣させた。ブーランジェが野心をあらわにすると、クレマンソーは、指示を撤回して、ブーランジェ運動への批判の急先鋒になったが、急進派の新聞紙は引き続き、ブーランジェを支援した。1887年に、ダニエル・ビルソンの勲章収賄事件を暴露すると、モーリス・ルービエ内閣が総辞職、クレビ大統領はクレマンソーに組閣を打診したが、 クレマンソーが組閣を拒否するとグレビは辞任した。続く、大統領選挙では支持者に対しフェリー、ドンフレシネ、シャルル・フロケのいずれにも投票しないよう呼びかけ、部外者といえるマリー・フランソワ・サディカルノーを当選させた。しかし、ブーランジェへの支持をめぐり急進派が分裂したこと、パナマ運河二国において、コルネリウス・エリッツとの関係により関与を疑われたこと、 ロフツ同盟に反対したことにより、人気を失い、1893年、フランス議会選挙で落選した。落選した後は一旦政界を離れ、ジャーナリスト活動に専念する。ドレフィウス事件では、ドレフィウス擁護の論人を展開、エミール・ゾラを支援した。1898年1月13日、オーロール紙にゾラによる大統領宛ての公開告発文。 我が段外イを掲載した。1900年に正義が身を離れて週刊誌レブロックを創刊1902年3月まで続いた。また、それまで上院にあたる元老院の廃止を主張したが、1902年4月6日に元老院議員に選出された。元老院では左派から保守派に転向1906年3月に モーリス・ルービエ内閣が崩壊すると、続くフェルディナン・サリアン内閣に内務大臣として入閣、パイコールドカレー県の単行労働者ストライキ鎮圧に軍を投入した。これにより、社会主義派と決裂した。同年10月にサリアン内閣が総辞職すると、クレマンソーは首相に就任1909年まで務めた。首相としては、 軍備拡張や帝国主義政策を推進、イギリス、ロシア帝国と三国協定を締結した。1917年、第一次世界大戦で、西部戦線が膠着し、フランス国内に敗戦主義の空気が見られるようになると、レーモンポアンカレ大統領に壊れ、再度首相に就任し、断固とした戦争政策を強行した。 1919年のパリ講和会議では、厳しい退独強行論、特に多額の賠償支払いを主張し、ベルサイユ条約に調印した。1920年、大統領選挙に敗北して引退。1929年11月24日に、パリで死去。88歳没、ジョルジュ・クレマンソー。ありがとうございます。